ニコライ・セルゲイ・エビチ・ズベーレフは、ロシアのピアニスト、音楽教師。ミリー・バラキレフや、アレクサンドル・スクラービン、セルゲイ・ラフマニノフを世に送り出した、明白楽として名高い。ボロコラムスク近郊にて、貴族の家庭に生まれる。モスクワ大学に進み、数学と物理学を学ぶ傍ら、アレクサンドル・デュビュックにピアノを指示。莫大内産を相続したことから大学を卒業せず、 サンクトペテルブルクに移って完了になった。ペテルブルクでアドルフ・フォン・ヘンゼルとの訓導を受け、練習の意義を力説された。このことがズベーレフ自身の厳格な指導原理となり、門邸にも厳しい要求を課すことにつながった。公務員職に満足できず、デュビュックに説得されたこともあり、1867年にモスクワに戻って、個人教師として立ったが、 1870年に、ニコライル・ビンシテインの要望を受け入れ、モスクワ音楽院の教師になった。ズベーレフは、同性愛者であり、1893年に61歳で、他界するまで生涯独身を貫いた。ズベーレフに入門するには、オーディションを受けなければならず、合格してしまえば、ズベーレフ邸に身を寄せることになっていた。ズベーレフは、一人一人の門人に多くを要求し、 例えば月ごとのオペラ鑑賞や室内学のリハーサルもその一環だった。一週間を通して、門弟たちは長時間練習しなければならなかったが、日曜日になると息抜きし、ズベーレフは自宅を解放した。日曜午後と夕方は、モスクワ中の音楽関係者や知識人を自宅に招いた。招待客には、ピョートルチャイコフスキーやアレクサンドル・タネエフ。F アントン・アレンスキー、アントン・ルビンシテイン、ワシー・リーサ・サホーノフ、アレクサンドル・ジロティのほか、俳優や、法律家、学者がいた。こうした集いの間、ズベーレフは誰にもピアノに触れることを許さなかった。この集いは、モンテイのためのものだったからである。モンテイラに囲まれるズベーレフ。左手から順に、サム・エリソン、スクリャービン、マクシモフ、ラフ・マニノフ、チェルニャエフ。 ケーネマン、プレスマンズベイレフは男子の身をない弟子とし、彼らを見習いと呼んでいた。ズベイレフには戦術の他に以下のような皇帝がいる。ありがとうございます。